半魔家の本家の半魔岩先生です。人間の上の生物が本物の貴族だと言っておりますけども、私しか本物の貴族はいませんということでね、地球と太陽ができる前にスターゲートのようにですね、 SF 映画のね、石棺という生き返る得られる装置まで発明してまして、世界征服しておりましたけれども、大昔地球と対話ができる前にね、宇宙戦争で殺されちゃったんですね。で、生き返られる装置石棺も破壊されまして、あの世に行っちゃいました、大昔にね。それから私は、復元装置によって、宇宙に置いてた復元装置情報ですねからまた地球と太陽を育てて、子供としてね、人間から生まれ変わってきたんですね。で、人間という過疎なものを頂点に置いといて、これを基準にしてさせてね、生物を沸かしたわけですね、地球でね。それでそれで一番私が生まれ変わる場所としてね、一番いい環境を作って地球から生まれてきたわけです。で、私は現在ですね。で、人間というのはね、そういうことで私が生まれるために使った生物なんですね。で、子供が生まれるようにねということでね、で使った生物なんです。エレクトロニクスの発展と発達とかいうのは、私が生まれ変わるために、学力も学校も、初めは私が生まれて勉強するためにね、ゼロからまたやり直しなんで、知識をゼロから始めたわけですね。そのためのように作ったもんなんです、ね、ですから人間というのは全員、誰でも総理大臣だろうと、一番偉い役人だろうとね、裁判官だろうとね、上から強制して命令してね、動かさなければならないんです。しなければ悪いことか、またはめちゃめちゃなんですね。知能がまだ十分じゃないんですね。まだ聞いたり話したりすることは700年後に分かるということで話すぐらいですね。だから全然曖昧なんです。であんまり分かってないで話すしかないんですね、分かんないから。だから大勢でテレパシーで、ね、聞いて、やります。で、また宇宙の悪い生物が人間にテレパシーで情報を伝えて、近代的なね、武器とかね、を作ることができます。当然テレパシーで伝えればね、難しいものでも何でもできるわけですね。そういうこともあります。ですから分かんなくてでもそういうことをされますから、できますから、人間はね、注意しないといけないということなんですね。私に対抗するね、兵器っていうのは作れるわけですよ。宇宙生物が教えますから。で、かなり大昔で発達してまして、今はゼロからで何も生き返られる装置もないんで、殺されたら死んじゃうんですね。だから危険状態の中で私は生きてるわけですね、地球上でね。で、人間というのは誰でも上から押さえてやんなければ仕事しませんし、ちゃんとした仕事はやりません。管理者は管理者でちゃんとやらせるように動かしてるだけなんですね、やってる人は、ね。本人がやってるわけじゃないです。強制してやらしてるということをよく知ってください。人間には独立してやれるような知能はまだ持ってません。だから上の良い生物や私のような上の生物で良い話をね、正しい話をだけを聞いてね、やる仕事をして生きるということが大事なんで、とにかく人間は管理しなければ 100% 仕事しませんし、ね、必ずどんなに偉い総理大臣だろうと裁判官だろうと管理しないといけません。この管理を取ったらもうめちゃめちゃになります、ね、ということをよく知っていただきたいということですね。 何言ってるか分かんないっていうのは当然ですね。かなり高い、その想像できないような話を
人間にはね話をしておりますからね、当然ですけれども、これは本当のことでね。で、私もね、そう言っても人間で学べる程度の学問しか持てないのは、それ以上のものをいきなり勉強すると危ない、人間が盗んだり、ね、しますから、全ての学問を全部覚えるというですね、科学だろうとね、文化とか芸術とか、芸術はあんまり入んないですけど、良くないんでね、あんまり自然にできるものですね、農学博士とか科学者とか医者とかね、あらゆるものを勉強をしております。人間でいうノーベル賞とか博士号を取ってる人いますけども、私にとっては学力は私から1000分の1ぐらいとなります、総合的には ね、ノーベル賞が人間取ってる場合、悪いものから情報を盗んで、テレパシーで盗んで言ってる場合もありますね。人間に分かってしまったものは私は使いますけどね、人間に分かってないものの上を使うと危ないんで、知識は地球にいなければできますけども、地球にいる間は危険なんで、いきなり進んだものを、情報を前に持ってたものを転送してもらうことはできません。だから、人間に分かってしまった学問は全てパーフェクトにできるようにして勉強しておりますね。だから人間の場合、なんか科学者だったら科学者だけです、一人です、一つの博士とかねだけですけど、私の場合は全てになりますね。人間の実用的な、ね、学問の博士というね、芸術とかいうのはね、入りません、学問に入りません。ただ使われますけどね、ただ科学とか技術とかで使う、偶然入って使うという。